演舞開演。どうも、本日はこちらの冷やしぶっかけとろろそばというものを食べてみたいと思います。とろろか、子供の頃はあんまり好きじゃなかったんですけど、今は食物繊維も取れますし、積極的に食べたいと思っています。少々お待ちを、準備中。準備終わりました。混ぜます。ではいただきます。なるほど、やっぱり好みが分かれます。今では積極的に食べるとは言っても好きと言えるほどではないんですよね。とろろ好みも分かれそうなのでこの点数とさせていただきました。好きな方は好きですし、苦手な方はちょっと、まあどの食べ物もそうなんですけどね。自分はとろろについてはこのぐらいかな。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。スマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。